こんにちは。サラヤ株式会社バイオケミカル研究所の松村玲子です。今回はクルクミンと歯周病についてお話をしたいと思います。皆さんはクルクミンという成分をご存知でしょうか？クルクミンはウコンという生姜科の植物の根茎から得られる黄色の成分です。ウコンはターメリックといった方が馴染みがあるかもしれません。カレーのスパイスとしても使用されています。このクルクミンが最近注目を集め、多くの研究が行われています。これまでに報告されたクルクミンの効果には、抗炎症作用、抗酸化作用、抗腫瘍作用、抗菌作用などがあり、様々な分野での応用が期待されています。そして2016年に大阪大学歯学研究科予防歯科学教室から、クルクミンが歯周病菌の増殖を抑制するという論文が発表されました。さて、この歯周病とはどんな病気でしょうか？皆さんは歯を磨いた時に歯茎から血が出たということはありませんか？それは歯周病のサインです。歯周病なんて関係ないと思っている方、なんと歯周病はギネスブックに世界で最も患者数が多い感染症であると認定されています。また日本人の成人のおよそ 80% が歯周病であると言われています。この歯周病を重篤化させるのが歯周病菌です。歯周病菌は歯茎の奥、歯周ポケットの中に潜んでいます。歯磨きをおろそかにして歯の隙間に歯垢がたまると、歯茎が腫れたり炎症を起こしたりして出血します。歯周病菌はその血液を栄養としてどんどん増え、最後には歯を支える骨が溶けて歯が抜けてしまうのです。大阪大学の研究でクルクミンが歯周病菌の増殖を抑え、歯周病を予防する可能性があるということが示唆されました。サラヤでは大阪大学歯学研究科に共同研究講座を立ち上げ、クルクミンと歯周病菌に関する研究に取り組んでいます。